漫画でっちょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。さてさて、ただいま11月2日月曜日お昼の、12時を過ぎたところでございます。本日から期間限定イベント、修行者の間、が、リニューアルでございます。これまで誰得コンテンツ?と言われ続けた修行者の間、果たしてリニューアルによってどこまで、変わるのか。早速確認していきたいと思います。まず今までは HP700 までの育成に最適と言われてましたが、ベリハとウルハが実装されることで上限が解放。ベリハは HP990 まで、ウルハは HP1240 までの育成が可能に。メインクエストに照らし合わせると、ベリハでメインの1勝外伝あたり、ウルハで2勝6話の頭くらいですな。今までは HP700 までということで、メイン1勝5話と同じくらい。という子さんのメンバーからしたら育成の旨味はゼロ。交換報酬もシルピと、遠征チケットで報酬の旨味もなし。ということでイベントが来ても、周回せずに放置でしたが、今回からは両方に対して旨味も出てきましたので、子さんメンバーにも意味のあるコンテンツになりましたな。最近始められたニューフェイスの方々にとっても、1ラウンド制でベリハなら1勝の終わり近くまでの育成ができるので、メインで詰まって先に進めないという方にもおすすめですな。そして先ほども申し上げましたが、今までは交換報酬もシルバーピースと遠征チケットだけで、とても旨味のあるコンテンツではなかったのですが、今回ついにそちらもリニューアルされました。秘伝書にゴルピニ鉱山洞窟の地図に欲しいものだらけですな。そして気になるイベント開催期間は11月28日4時まで、結構長い期間開催してますな。日付的に11月28日から2周年イベが始まる感じですかね。そして育成ボーナス浴びはロマサガ3関係のキャラとのこと。どうやら体術キャラはボーナス浴びの対象じゃないみたいです。育成キャラの幅に関してはメイン集会に劣る感じですな。まあ今後開催されるイベントによってボーナス対象キャラも追加されていく仕様なのかもしれませんけどね。そしてリニューアルされました交換所について、今までのシルピと遠征チケットに追加して、ゴルピ、隠し秘伝書、宝石メダル、鉱山洞窟の地図、そして期間限定じゃないスタ材が追加された模様。修行者の間の交換所の期間は12月12日4時まで、交換アイテムの修行の証の有効期間も同じ日ですので、無駄にしてしまわないように早いうちに交換してしまいましょう。こちらが私が修行者の間11ウルトラハードを周回してるパーティーです。陣形はカラフルレンジャーズ、愛枠は育成枠になります。これで大体2ターンで周回しているという感じです。腕力枠に最終皇帝男、武器成績は全員武器士プラスでございます。装備は腕力アップ系のものを装備しています。無名剣、レンガ悪魔特攻持ちなので採用しています。器用さ枠に黒様、装備は器用さアップ系の装備です。無双サンフレッチェでダメージを稼いでいただくのがお仕事です。2ターン目はスプラッシュアローで頑張っていただきます。素早さ枠に人間女、2ターン火力の体術枠と言ったらこの人ですな。装備は素早さアップ系の装備です。魅力枠に10名様、育成ボーナスも乗るので採用です。装備は知力アップ系の装備、ゲールダートを継承です。強打女王。せっかくなんで、全く育ててないスタイルを育成中です。育っているスタイルなら連携で、ワンチャン1ターンキルもできるかもですな。その場合は1ターン目の火力を重視した編成にするべきでしょうが、アスラの攻撃が結構痛いので、しっかり耐性は上げておきませう。それでは行ってまいります。まあ全力で殴るだけなので、特に説明することはございませんが、
最終工程男が、早く動いてくれたら安心できるんですがね。連携ががっつり起きちゃってましたが、連携が起こらなくても2ターンキルは可能です。が、最終工程男が床ペロしたら、ひとぐだります。最終工程男以外にも、聖王様もいい感じですな。聖王様なら育成ボーナスもかかりますしね。しかしまあ効果力技で特攻持ちとなったらその二人ですかねー。他に悪魔特攻持ちはウルティナと、セイントファイアくらいなので、ダメージソースとして使うのは、いまいちな感じですな。交換報酬に関しましては、ゴルピ、秘伝書、宝石メダル、鉱山洞窟の地図、スタ材は交換するとして、遠征チケットやシルバーピースは、お好みでって感じですかね？オーラムは足りてないのでない限り無理に、回収する必要は、ないでしょう。育成2枠で高速周回できる難度だったら神コンテンツだったんですがねー。まあ今までと違って全く、無意味なイベントではなくなったので、リニューアルした意味は、あるのかな？といった感じです。他には最近始められて、敵が強くてメインが進行できないという方にも、需要があるかもしれませんな。でも私は、報酬回収が終わったらメイン周回に、戻ると思います。11月15日までに、大量のスタ材を使わないといけないので。とまあ、今回はこんな感じでございます。さてさて、5日の20時からは公式生放送ですね。アンケートの内容に答える生放送とのことですが、2周年直前カウントダウンスペシャルということですので、今後のイベントやアップデート情報など、どんな新しい情報が、来るのか今から楽しみですな。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。